こんにちは、動画ファンの成田です。今回は Windows 10の完全シャットダウンのやり方についてご案内をいたします。Windows 10の完全シャットダウンというのはどういうことかと言いますと、Windows 10のシャットダウン、電源を切るときですね、通常この Windows のスタートボタンをクリックして、この電源ボタンをクリックしてシャットダウンということでシャットダウンをするかと思うんですが、通常のこのシャットダウンですと、高速スタートアップという機能が作動いたしまして、一部のドライバーなどは、休止状態のままシャットダウンとなります。完全に停止しないで、次パソコンの電源を入れた時に起動を早くさせるための機能が作動いたしますので、一部のドライバー、周辺機器などは停止した状態ではないままシャットダウンになるんですね。そこで例えばパソコンを使用していて、その周辺機器であるとか一部のドライバーの調子が悪いためにパソコンの調子が悪くなってしまったという時には、そういったドライバーや周辺機器を取り外したいと思うんですが、シャットダウンですと、休止状態のままつながっている可能性もありますので、完全シャットダウンをしていただく必要があります。そこでこの通常のシャットダウンの時に、こちらの解説ページにもちょっと記載をさせていただいているんですが、このキーボードのシフトキーですね、Windows スタートボタンをクリックして、電源ボタンをクリックして、このシャットダウンをクリックするときに、キーボードのシフトキー、左右どちらにもあると思うんですけれども、このシフトキーを押しながらシャットダウンをしていただくと、周辺機器やデバイスドライバー、一部のデバイスドライバーなどもすべて停止、休止状態ではなくてすべて停止した状態でシャットダウンをすることができます。周辺機器や、デバイスドライバーなど不具合が発生してしまってパソコンの電源を落としたいという時には、このシフトキーを押しながらのシャットダウン、完全シャットダウンをお試しになってみてください。で、この通常のシャットダウン、なぜそのようなことが起こるかと言いますと、高速スタートアップという機能が作動するんですね。で、その高速スタートアップという機能を停止させてしまえば、いつでもこのシャットダウンをすることで、シフトキーを押さないでもこの通常のシャットダウンで、高速スタートアップが起きないので、次回パソコンを立ち上げた時ちょっと遅いかなと感じることはあるかもしれないんですけれども、周辺機器やデバイスドライバーも全て停止したシャットダウンを行うことができます。ではその、高速スタートアップの機能を停止する方法なんですけれども、どのようにやるかと言いますと、この Windows のスタートボタンクリックしていただいて、コントロールパネルを開いてください。ショートカットを作ったりしている場合は、ショートカットからコントロールパネルを開いてください。そうじゃない場合、Windows 10のクリエイターズアップデートが済んでいる方は、この一覧の左側のこの一覧の、W の項目の中に、Windows システムツールというのがあります。こちらをクリックしていただくとコントロールパネルがありますので、こちらをクリックして開いてください。クリエイターズアップデートまだ済んでいないという方は、この Windows のスタートボタンですね、この左端のこちらの Windows スタートボタンを右クリックしていただくと、開くこのメニューの中にコントロールパネルがあるかと思います。ではコントロールパネルを開いてください。そうするとこのような画面が出てきます。一番上のシステムとセキュリティのこの緑色の書いてある部分ですね、ここをクリックして開いてください。そうすると今度は電源オプションという項目、上から4つ目にあります、この緑色の文字をクリックしてください。そうするとこちらの画面が開くんですが、この左側の小さいメニューの一番上、電源ボタンの動作を選択する、こちらをクリックします。そうするとこの電源ボタンの設定画面が出てきます。で、このシャットダウン設定というのを、していくわけなんですが、もしここがこんな風にグレーになっていて動かせないという時には、この現在利用可能ではない設定を変更しますと書いているこのブルーの文字ですね、ここをクリックしていただくとシャットダウン設定もできるようになりますので、ここでこの高速スタートアップを有効にする括弧推奨と書いてありますが、このチェックを外して
変更の保存とやっていただくと、高速スタートアップの有効が、なくなります。高速スタートアップではなくなりますので、シャットダウン、この左端のシャットダウンですね、これをするだけでいつでも完全シャットダウンができるようになります。ここで一つ豆知識というか一つ情報なんですけれども、シャットダウンと再起動とありますよね。シャットダウンは電源を完全に落としてしまう。で、再起動は一回パソコンの電源を落として、もう一度パソコンを立ち上げ直すという機能になるわけなんですけれども、この再起動の時には高速スタートアップは行いません。高速スタートアップ機能いたしませんので、ソフトのインストールなんかをした時にはこの再起動でも十分かと思います。こちらの再起動や、シャットダウン、また、高速スタートアップや完全シャットダウンなどいろいろ試していただいて、パソコンの調子が悪い時にはこのような、立ち上げをしていただくと解消されるということもあるかと思いますので、ぜひお試しになってみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。